ピン芸人の兵六が、小芝風花が主演を務める日本テレビ系ドドラ Q、Go Home、警視庁身元不明人相談室、毎週土曜は特時の今後の物語、第9から10話のどこかに出演する。ゴールデン帯、ドラマ初出演となる兵六だが、役柄は明かされていない。兵六は、YouTube をきっかけに、バラエティ番組、CM 出演など、ブレイク中。放送に先立って、役柄のヒントとなる、ドラマ本編のシーンカットが公開された。兵六は、演者さんも、スタッフさんもすごく、分けあいあいとした皆さんの雰囲気に温かく、迎えてくださり楽しく撮影させていただきましたと、撮影を振り返り、皆さんの真剣な表情から、ユニークな表情までそばで、僕も楽しませていただきました。ぜひ楽しんでご覧くださいませと呼びかけた。